その日、人類は思い出した。Eフットボール界が進撃の巨人に支配されていた屈辱を。はいどうも、発狂マシンガンナシです。今回は巨人が来たぞということでやってまいりました。もうオープニング1年前のわけわかんないやつ使ったんですけど、あれなんすか、ちょっと恥ずかしいねんけど、あんなん出して。で今回はね、まあ、通常選手紹介です。よろしくお願いします。今回ねガチで使えるんじゃないかっていう、そう無課金とか微課金税の人、ワンチャンハイ課金の人でも使えるんじゃないかっていう、ちょっとバケモン通常選手見つけてきたということでね、まあ、今回ちょっと紹介していけたらなと思います。まあ、僕もね何試合か使ってきたんで、まあいろいろ話しながら最後にはちょっとプレイ見せれたらなと思います。ということで最初に今日はチャンネル登録と高評価本当にお願いします。ということでやっていきましょう。はい、ということで今回紹介する選手がこちら、イザーク・トゥレーということで、もうこちらの選手がちょっとバケモンすぎますよと。まあ、とりあえず獲得方法からやっていくんですけど、まあ、契約行ってもらって、スタンダード選手リストで、まあ、絞り込みをしてもらって、まあ、ポジションセンターバックで、ヨーロッパ、イタリアリーグで、一番上のこのウディネ BN、これをしてもらって、まあ、出てきますね。これ12000GP 格安でございます。イザーク・トゥレー。まあ、めちゃくちゃコスパいいんじゃないかなと。まあ、誰でももう取れるでしょ。12000GP はすぐ貯まると思うんでね。このイザーク・トゥレー、ちょっと今回紹介していくんですけど、まあ、何がやばいか。まあ、まずね、進撃の巨人のオープニングやったということで、そうですよ、もう巨人ですよ。こちら、206cm。いや、でかすぎるでしょ。キーパーかってレベルよね。イーフト界で一番身長高いんちゃうんってぐらい。206センチでございます。キーパーでもいるかいないかレベル。それがセンターバックいましたということ。これやばいでしょ。ディフェンスの206センチあかんでしょと。では一応6試合使ってまいりましたよと。ではプレイスタイルオーバーラップで、センターバックしかできなくて、一応能力、まあ、こんな感じで足元上終わってるんです。まあ、ヘディングもないよね。うん、身長高いくせにヘディングあんまできない。で、まあ、ディフェンス系こんな感じ。まあまあまあ、こう悪くない。まあ、ちょっとね、今回このトゥレはね、サイドセンターバックで使う予定なんですけど、ディフェンス全部一応85を超えてるんで、サイドバック的な感じで使えば、まあ、ある程度やれるんじゃないか。で、まあ、一応スピード80あります。これは熱いね。しっかりスピードあるのでかくて、瞬発終わってますね、これ60。60はちょっと厳しいんですけど、まあいいでしょうと。で、フィジカルしっかり90ということで、やれんことはないでしょ、サイドバックで見たら。まあ、でもね、やっぱ今の環境身長ゲーだと思ってるんでね、まあ、スキルも元からマンマークブロッカーエアバトルっていう、まあ、一応インターセプトつけてあげたって感じで、まあ、インターセプトさえつければなんとかやれるんでね。でこのイザーク・トゥレー、この能力だけ見てもね、まあ、そんなやばいと思わんかもしれん正直。まあ、身長高いけど、身長高いだけでその能力これやったらどうなんだいと思う人いるかもしれないんですけど、こちらのイザーク・トゥレー、ちょっと裏数値になってしまうんですけど、こちら足のカバー範囲見てください。201cm、 バケモンすぎる。何、足のカバー範囲 200cm いっちゃった。見たことないです、僕は。足のカバー範囲200で、ジャンプの高さ276、腕のカバー範囲187。もう全体的に裏数値が高すぎるっていうね。もうバケモン。裏数値バケモンイザーク・トゥレということでね。で裏数値高ければやれるんじゃないかと。まあ、裏数値高い割にはね、能力もやれんことはないって感じなんで。能力も悪くないでしょ、言うても。スピードもしっかり80乗ってね、ディフェンス系もあるし、まあ、瞬発もある程度上げれば、いい感じになるしね。やっぱイザーク・トゥレが結構やれるんじゃないか。これ見てどうすか、足のカバー範囲200やで。バケモンや。サイドバックならギリやれるんじゃないですか、どうすか。ちなみに他の選手の足のカバー範囲見てみると、まずファンダイク、まあ、結構でかそうなんですけど、足のカバー範囲189と。もう10センチ以上違いますね。足のカバー範囲10センチ以上違うっていう。でもトゥレのヤバさがわかりますね。足のカバー範囲広いで言うとビエラなんですけど、ビエラでも189っていう。もうトゥレに届く選手なんていないですよ。今、冨安見ると181と、もう20センチぐらい違います。足のカバー範囲が20センチも違うって、もうこれあかんでしょ。トゥレ環境来てるんちゃいまんのということでね。ガチであるかもしれん、トゥレ。この足のカバー範囲でどれぐらいやれるのかっていう、この裏数値でね、どれぐらいやれるのかっていう、ちょ、このイザーク・トゥレね。マジで無課金とか微課金の人やったら全然僕使えると思ってるんでね。今回ちょっとプレイ見せていけたらなと思います。さあ、ということで今回ちょっとイベントで使っていきます。まあ、一応ね、ディビ戦でもプレイ集取れたと思うよね。一応何試合かやってきたんでね。まあ後でそれ流すとして、とりあえずイベントでまあ喋りながらやっていこうかなと。調子絶好調。なんだこいつ、動画分かっとるやんけ、イザーク・トゥレー。俺動画分かってるやつ好きやで、ほんまに。こういうとこ絶好調引いてくれるあたり素晴らしいですね。
イサークトリー俺ガチやと思ってるからね。まあ、で使うならね、このサイドセンターバックで左利きなんでね、ちょうどいいと思ってるんで、ここおすすめですね。やっぱ無課金美課金勢にもね、まあ、この能力はちょっとあれかもしれんけど、まあ、普通に悪くない能力してるし、この裏数値さえあればやれるんじゃないか、こういうとこ見せていけたらなと。守備の選手ちょっと動画撮るの難しいんですけど、見てください、イサークトリー。もう身長やっぱ高いっすね。うん、なんか一人だけ一人だけバカでかいのいんねんけど、なんすかあれ。左サイドバックにバカでかいの構えてますよと。さあ、ちょ、ここイザークトゥレ来るか。さあ、イザークトゥレ、イザークトゥレでかい。いや、もう壁山です。これでかすぎる。イザークトゥレでかすぎる。ガチででかいんや。206センチやっぱめっちゃでかい。ちゃんとでかいわ、ほら。でかなんか改造したみたい。イーフト改造したみたいになってるって。え、なマジでちゃんとでかいねんな。こんなでかいもんなんや。で、初めて見たときびっくりしたもん。どうにかちょっと守備取っていきたいんですが、難しいよね。守備の選手のね、動画撮るの難しいよ、ほんまに。どうやって取っていけばいいんですか、これ。あ、でも、とりあえずでかさを見てもらえたらなと。で、あとは足のカバー範囲ね。さあ、来た。トゥレ。いやー、どうしようかな。どうやって見せようかな。え、でも足元もあっていいっすね、もう。足元ないけど。さあ、パス出してほしい。パス出してそこにイザークトゥレっていう。さあ、来た。いや、いいポジショニングもいい。ちょっとこねれるか。ちょっと無理っすね。こねれません。こねれるわけない。あ、ちょっとトゥレ見せていきたいよ、もっと。いや、センターバックで使う方がいいんかな。なんかサイダーやったらちょっと瞬発足りんかもしれん。もしかしたら普通にセンターバックでいいかも。さあ、あるぞ。トゥレ。カバーできないよ、それは。無理だ。今回ちょっとセンターバックで使ってみるか。ほんまサイドセンターバックがいいような気がしてんねん。難しいな。いやー、トゥレまでちょっと来ないっすね。いや、トゥレの足の長さを見せたいねんけどな。それ届くか、みたいな。いやー、ちょっとなかなかそういう状況になりにくいっすね。さあ、こういうとこで、トゥレが、トゥレ、来い。くっそ。いやー、トゥレまで来ない。さあ、トゥレ、ここ行け。でかっ、トゥレでっか、え、今の素晴らしい。もう子供みたい、相手が。敵が子供みたい。ほら、トゥレ行け。小学生とサッカーしてるみたいな、そういう感覚でできますね。確かにちょっと瞬発が足りんかもしれんな、やっぱり。やっぱディフェンスにもちゃんと瞬発影響してんのかな。あんまりね、ディフェンスで瞬発あるんかなとか思ってたけど、トゥレ使ったら、やっぱ瞬発大事なんかもしれないです。トゥレ行きましょう。ここトゥレ。トゥレ行け。オッケーオッケー。いいね、トゥレ。コーナー、ちょっとトゥレ呼ぶわ。緊急招集入ります。ここにトゥレ行きます。まあ、84、意外と高くないって。でも身長あるからどうにかなるっしょ。さあ、トゥレ、来た。トゥレ来ました。遅れて登場トゥレ。さあ、ここに合わせて行きましょう。でかい。トゥレがいる、行け。いい、でかい、トゥレでかい。わかりやすいわ。来た、行け。いいね、トゥレ。さあ、トゥレ、持つ。左足。トゥレで進撃するか、進撃。行け、トゥレ。いいよ、でかい、もう行け。進撃のトゥレ行きます。進撃のトゥレ行け。戻れトゥレ、早く戻って。最後守備しろトゥレ。トゥレ最後の守備、行け行け。うわー、終わっちゃった。いや、でもまあなかなかいいトゥレ見せれたんじゃないでしょうか。ということで、最後ちょっとディビ戦でのプレイ取れてたら流してエンディング行きたいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はね、この206センチの足のカバー範囲バケモントゥレ使っていったんですけど、まあ、12000 GP やしね、まあ、1回ぐらいちょっと使ってみていいんじゃないかな。ちょっとね、まあ、使用感はそんないいのかわからん、正直。まあ、瞬発低いんでね、ちょっとよくわからんけど、まあ、皆さんもね、使ってみて、まあ、ぜひ感想、コメントしてもらえたらなと。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。今日はチャンネル登録、高評価、コメント、お願いします。